秋田派線とは、文久2年、兄道山の山内通用として鋳造したと言われる、銅線であり、幕末期の地方貨幣の一種である。波道とも呼ばれ、籠山義定常備会にはこの名称が記載されている。秋田派線表面には、波模様、裏面には、秋の刻印が打たれ、全体的にヤスリ仕上げとなっている。波模様にはその彫りの深さにより、太し派、中派、 さざ波と分類され、またその中間的なものも存在する。波銭といえば、通常は当時広く流通していた、関英通り、宝東四分線を指したが、この秋田派線も関英通り、宝東四分線の裏側の波模様と、同形式であり21波のものに類似する。両目は9から12問目程度、直径は一寸4分程度で、兄銅山の銅が使われ、 特有の赤葛色を呈している。発行当初は百0分通用と設定され、後に八十分の通用価値に下落したと言われるが、後のツバゼニ同様、貨幣面に額面に関する表記は、全くなく、表廟貨幣的な性格もあったとされる。カゴヤマ文書のゼニザにおいて鋳造され、銅山及び吹き文書周辺、すなわち山内通用の目的で発行され、千府民もなく、 制作も粗雑であるが一般にも流通したようである。この戦果は幕府許可によるものではないため銭座覚書き程度の記録も焼却されたものと推定され、公式的な資料は残されておらず、鋳造量、鋳造目的など詳細は多くの点が不明である。ありがとうございます。